トミラーさん、はい、始まりました。始まりました。さあ、これは今日は4月5日、東西線です。大戦、あ、東西線ですね。はい、東西線ですね。大戦じゃない、東西線。それでは、はい、先鋒戦、これは今日はちなみに15対15ということで、はい、あ、まあ、やはり今週も結構人が来てくれましたね。今日もいっぱいいますね。先方は、これは、まあ、毎度おなじみタルバイのエレナ、はい、そして今日初登場、クリリンさん、まあ、なんと、まあ、忙しい、地球を守ることで忙しいんですが、普段地球人最強、はい、まあ、普段地球を守ってる忙しいんですが、今日は人間最強で、まあ、ちょっと東西線、まあ、出てないし出てやろうかと来てくれました、クリリンさん、クリリンのことか。さあ、そして、富永さん、はい、珍しいカードなんですが、エレナ対オロ、これはどういったカードなんでしょうか。エレナは、はい、エレナオロはエレナユリ、エレナオロはエレナユリ、エレナユリ、はい、はい、YSB うなずいてますね。だからこれさ、後ろ台形やってたら、はい、後ろ台形、あ、エレナが後ろ台形ですね。エレナが後ろ台形やってたら、はい、オロは、はい、やることない、何もやることはない、やることない。ちなみにダイヤ的にはどんぐらいですか。エレナユーリーらしいんですが、これは8-2でエレナ、8-2でエレナユーリー、8-2で YSB が8-2ですと、はい、正しいと富永いただきました。今日いきなり当たった、これは今のヤギョ玉の使い方っていうのはどうでしょう。いやー、まあ難しいところですね。難しいところですか、はい、まあ、ちなみにこれは例えばヒーリング、これ回復してるんですが、はい、これはどうなんでしょうか。やはり、まあ、オロに対してはヒーリングなんですか。ヒーリングだね、ほら、まあ、メディカルルーム、はい、あの水に入って回復するあれですね。要は後ろ台形振って、はい、ゲージが溜まったら KOF の KOF、 あの敷居の低いゲームの、そう、陶芸球場じゃなくて、まあ、聞いた話だと。さあ、ということで、はい、オズの剣、まあ聞く2位でした。 KOF は 2002UM、はい、まあ、剣が、まあ、登場したんですが、まあ、当たる前に、まあ、幸先よく色紙最強のクリリンを倒したということで、はい、まあ、エレナ対ケンなんですが、まあ、トロナさん、これは、はい、どうですか。ケンエレナ、はい、これはケンが有利かもね。ケン有利ですか、うん、まあ、ちなみにこれエレナ、まあ、ケン有利だと僕も思うんですけども、エレナ何すればいいんですか。エレナは、はい、あの毎中継の中段と、はい、移動投げの揺さぶりで、はい、じゃんけんスパークするしかない、じゃんけんスパークをするしかない、はい、とにかくじゃんけんなんだと。じゃんけん、移動投げと、まあ、中段でじゃんけんしろと。そう、そういうことですね、はい、運がいい方が勝つ。ああ、運がいい方が勝つと、まあ、そういったありがたい言葉を、まあ、富永さんの方からいただきましたが、さあ、タルバイン、さあ、富永さんのチームとしてはやはりここタルバインに見立てされることはちょっと厳しいということですが、まあ、ここはしっかり大阪コアコアチームで決めてきました。ゲーム、まあ、ちょっと今、あれですね、形で固めてみようと。さあ、多分リックステイルから投げるグラップシール、バインさんが2連勝とかやばい。さあ、しかしここはさすがに KOF チャンプですからね、とこの大相撲、どうだ、タルバイン連携、これがしっかり決まって、オズやられてしまいました。タルバイン連携、勝負する、ちょっと待ってください。さあ、Xキャミを普段使っているんですが、キャミ、トネガワイブキ、普段はあのバーサスの X の東西戦、X 対戦なので頑張ってるプレイヤーなんですが、マジか、 X 勢の X、キャミ使いが、はい、イブキを使うということで、あ、注目していきたいところなんですが、富永さん、毎度の報告、エレナ対これイブキどうなんでしょうか。これはスターさせてますけども、あのね、タルさんね、運がいい。あ、タルは基本的に運が良くて、運がいい。運だけで勝っている。運だけで勝っている。で、キャラさはどうなんでしょうか、イブキ。これね、多分ね、5分ぐらい。エレナ対イブキは5分だと。5分。あー、どこら辺が5分ですか、ね、あのね、わかんないけど。わかんない。10でやってもわからないことはちなみにあるんでしょうか。ある。ある、ありますか、ね、まだね、前、ね、まあ、10年やってても、まあ、なかなか昔は見ないカードでしたかね、これは。エレナ対イブキ。ちなみにこれ圧倒的にエレナユーリなんですけども。エレナ、はい、エレナユーリですね。エレナユーリ、エレナユーリですね。これ、はい、イブキもワンチャンいけるっしょ。これ、あの、ワタで笑ってますから、これ。もう、エレナユーリな気がする。そう。
た。ここで出てきたのは。さあ、そしてニコ魂注意ですね。さあ、これを富永さんにちょっと実況お願いしましょう。富永さん、実況お願いします。これは、実況さあ、ここでサルバ引退注意。いいね、ナメブ。ただ、これサルバインが3連勝してるっていう時点で多分気持ちよくなってるんで、そろそろ分からせてほしい。キャラさ押し付ければ注意が勝ってくる。これで、おい、すげえな、ブロッキングできねえだろっていう大勝利が入りました。さあ、こっから注意はどういうゲームをするのか。何、あの中勝利とかやばいんだけど。からの中盤陣内を確認していく置き攻め。おっ、昇竜勝利決める。あのやりすぎた、入れ込みたやりすぎた。で、タルこっからタルマイ連携がガードされて、おー、ダッシュ投げを通す。エレナのダッシュ投げは見えない。こっからタルさんが、タルマイ連携出た、タルマイ連携が出て、さあスニーズ T 勝ち。完全に荒らされた。まさかまさかの。さあ、そして出てきたのはアルグレ、アルグレアレックス対、タルバインのエレナ。これはまあ富永さんの前回、はい、基本的に、エレナ側がジャンプ攻撃をしていると、まあ、とりあえずアレックス側は何もすることがない、はい、完全なエレナ有利であると、エレナ有利、まあ、そういう解説をいただいたカードなんですが、やはり前回ちょっとタルバイン飛びが少なかったということで、そう、もうちょっと跳ねてれば、はい、もうちょっと跳ねてればですね、アレックス側がもうやることないんで、やることないですね、はい、スクラッチを入れ、ここがクジロギからマレット投げて、タルバイン今日ちょっと違いますか、タルバイン今日、おーっとー、めくりからの EX リンクステイル、違う、 EX チェーンスクラッチを入れですね。運がいいですね今日タルバイン。欲しい、マレット使ってランダーチェですね。ここはジャンプ攻撃、 EX スラッシュが当たらないが、 EX チェーンスクラッシュオイル投げて、アルグレなんとかしたいが、ここはダルバイン空ジャンプ投げに行ったところ、しっかりアルグレグラフしている。中継からエクセルボー出し投げ、これは入らない。2段決めて、腰走ってきたところにランダーチ投げて、これはアルグレのターンだが、中継めぐりかランドアーチが決まっている。だからなんでガードしてから技出すんだよ、お前、おかしいだろうが。ゾネックス、ゾネックスまで引きずり出しましたか。5連勝はやばい、5連勝です。菊池が怒ってます。菊にはブチ切れてます。怒ってますよ。さあ、そしてゾネックス投げている。おっと、これは DDT を入らず、中盤飛び込み、これ入って、まあ、タルバインどんどん、これは富永さんの、まあ、攻略ですと、これどんどん飛んでいきたい、はい、投げて飛びから、やはり飛び、これは攻略が聞こえてるんですかね、富永、おーっと、リラ取って投げる、垂直からランドアーチ、マレット、壊し、しゃがみ終盤、さあどうする、タルバイン、そう、あの台形やるとやることない。おっと、ここジャンプしたのも一番 EX スラッシュアップ、モニカバー呼んできてください。 TK が来れない、ずえな、これジャンプ大パン、しゃがみ中盤、ジャンプ大パン、中継レイド。さあ、ちょっとタルバイン、さすがにゾネックス厳しいか、投げ返している、ランドアーチ、ランドアーチと2回ランドアーチ、3回ランドアーチ、アーチを描くタルバインだが、最後は中盤対空決まって、ゾネックスがタルバインのモレーションストップ。やべ、さあ、そしてシーマ対ゾネックスです、はい、まあ、これは富永さん、伝説のルグで先端を当てていると、まあ、相手は何もやることがないというカードなんですが、はい、シーマーです。
こいつはダッシュサマーがやりたいだけのカス、はい、ダッシュサマーがやりたいだけのカスだと、はい、さあおっとシムが持っているリブ、コアサマーダッシュサマーを使わずとも勝てると、嵐です、ダッシュジャンプダイバー、ただの嵐ですね、エルボー決まって、おっとここが X サマーを使ってシャカニシーバーンズオネックス、さすがに体力リードしている、レニーはやはり単価が低いのがちょっと厳しいですかね、アレックスに対して、まあやはり大きなダメージを取りにくいということで、ここは中盤タイプしっかりとネックスが入れて、さあ第2ラウンドスタンプダイバー飛び込み、これは EX サーバーしっかり対空打っているが投げて、ゾネックスの垂直ワンピに対して EX サーバー、これはしっかりよく見えている、コアサマーこれが外されて下風呂から、これはレイドしっかり決まらない、しゃがみチューパンソニック、あれだ、最後はしゃがみチューパン決めたな、あれ吸い込まなかったね、そうですね、まあちょっと足りませんでしたが、まあ体力リードは、さあここで出てきたのは平吉誠ですが、まあ富永さん、はい、先日の、銀次杯で銀次杯卒業したと、はい、ついに平吉さん祝卒業、祝卒業です、じゃあ、はい、フレッシャーズは、フレッシャーズ、フレッシャーズですね、はい、この春まあリクルートスーツをもう着る必要はないと、なるほど、まあ、そういう感じなんではないでしょうか、シャウチューパン、さあまあこの平吉誠なんですが、まあ誠対アレックスということで、まあ、富永さん、まあ、アレックス戦どうですか、はい、これアレク有利なんですよ、アレク有利、はい、基本的にはまあアレク有利だと、これ8-2でアレク有利、8-2でアレク有利、はい、はい、どこら辺が8-2でアレク有利なんでしょうか、あのね、はい、膝確認レイドが完璧なやつは、はい、勝てない、勝てない、膝確認レイドが完璧なやつは勝てない、勝てない、膝確認レイドさえできれば逆に言えば勝てると、そういうこと、あ、そういうことですね、はい、はい、じゃあ中継、さあこれはまあゾネックスはかなりいいペースで試合を進めているんですが、やはりほらこれ、これですか、こんなのやられたら今でもジャンプダイバーで確認できるんです、え、まあ、まあそれ置いておきましょうね、まあ10年言って、10年プレイヤーの富永さんの言ってることですよね、ちょっと待って、俺10年やってるの、そうですよ、すいませんでした、10年やってるの、はい、何ですよ、はい、なんか今日はあれだね、はい、ちょっと僕のミス、あーと、これはゾレックス勝っている、やはり 8-2 でアレックス有利と言った富永さんの言葉通り、さあ西浅草ラットリーさん、いやー初めて、まあ、初登場は初登場なんですけども、はい、まあ、これはあのね、あの西浅草ラットリーってリングネームではないはずです、マジか分かんないですけど、おそらく違うじゃないですか、あの西浅草バッドリーさんはですね、はい、あの烏山でまあ結構やっておられる、烏山でか、はい、まあ、西浅草なんですけど、まあ、はい、結構烏山でやってるプレイヤーですね、まあ、そしてゾネックスは、まあ、これアレックス対バッドリーどうなんですか、富永さん、まあ、今勝ってるゾネックスなんですけどね、これはね、はい、結局ダートが見えないんですよ、結局ダートが見えない、ダートこれですね、これを見えないと、富永さんの言った通り、バラここから、ここからじゃんけんスパークになるの、壊し壊し、まさにじゃんけん、そういった感じで試合進んでいるが、最後は投げたゾレックスが勝利、運がいい、運がいい、さあ本日の主役が登場です、マイナス725、嘘面のせいくん、さあ富永さん出てきました、はい、マージャンを打った結果、はい、元メンバーのこのせい、はい、マイナス725というスコアが、フルボッコですね、フルボッコです、フルボッコです、どんだけどんだけフルボッコだと僕も嬉しいんですけども、フルボッコです、フルボッコ、はい、完全なるフルボッコです、メンバーです、僕メンバーです、俺メンバーだから、メンバー補正が入るとやはりあれなんですかね、ちょっと手を抜いちゃったりするんですかね、まあ、このサードスライクにおいては手を抜かないで戦ってほしい、このセイクンだが、メンバーですが何かソリック、さあステハイ、これは中継、中を切りましたね、今中を切ってからソニック、ソニック、アンパイ切れ、アンパイ、ステハイどんどん投げていく、アンパイ切れ、アンパイ、ステハイが、ステハイがちょっと多くなっているが、最後は仕上がりチューブ、ソニック
ですが1ラウンド取っている。あまり範囲を切りたくないセイ君だが、さあ待ち合いが来ないといったらそんな感じでしょうか。振り込みましたね。待っているのは何なのか。振り込んだ、振り込みましたね。完全に振り込みです。完全に振り込んだ。さあステハイ投げ、やっとここはゾレックスが直撃万眼から、さあどうする。ゾレックスがこれ投げで切り返していく。おっとブラレロ当たっている。あれだん決まって、最後はどうする。ゾレックス最後は先点リーノミです。リーノミは1300点ですね。あれ、あれ富永さん、はい、セイ君飛んじゃいました。セイ君飛び賞、飛び賞ついちゃいました。焼き鳥からの飛び賞だ。そうですね、はい、上がれませんでしたからね。一回曲がりませんでした。セイ君何、一回曲がれませんでした。最後は富永さんの言った通りダマのピンフ、ダマのピンフで、まあ両面ですからね。まあ、あのね、ちょっとセイ君もちょっと出してしまったと。あれ、ゾネさんはね、殺し方を知ってる。そうですね、殺し方知ってる。そしてここで悪い流れを止めたいが、ジオの登場。富永さん、ダルバインの5連勝があっという間に消えちゃいました。これあれですね、もうゾネさんが5連勝してちょうどいい感じになったみたい、はい、だけどね、しかしその甲子エクストロ中大ポン垂直からの投げ、まあ、さあやったいだこれは、アレックス、これどうなんでしょうか。富永さん、いやこれは、はい、多分ね、多分膝レイドができれば、アレクユーリだね。アレクユーリ、膝レイドができるとアレクユーリ、うん、まあ、先ほどから、富永さんはこのゾネックスに関してはかなり膝レイドがうまいと、うまい、そういうご指摘あるので、やはりこれはかなりゾネックスの方に分があるカードなんではないでしょうか。でもこれは中盤するしている、中盤からフラッシュアップ、中盤フラッシュアップ強えな。さあゾネックス流れが止まらないが、さあジオなんとかしたい。ゲージも溜まっている。イエクセルボン小足からパワーボム中継、中継レイド、これが富永の言っていた中継レイドか。小足パワーボム強いぞレックス。最強、最強キャラだこれ。最強キャラ、最強キャラ、最強キャラですか、うん、さあ、はい、藤沢のエリホグオロ、これは、富永様、はい、初登場ではないと思います。なるほど、はい、2回目3回目、そうですね、2回目か3回目なんですが、まあ、ちなみにアレックス対オロ、これはどういったカードでしょうか。富永さん、これは、はい、アレックスはね、はい、割ときついと思う。割ときつい、中継レイドあってもきついですか。中継レイド確認できても、確認できても、はい、きついですか、うん。まあ、ちなみにこれはオロはどういった感じで攻めていくんですか。これは中継あと、これはあられもないことになってますが、うん、これは、はい、この側は中パンチ1回決めればいい。ちなみに中パンチを1回決め、あ、タッチ中パンチですか。タッチ中パン、タッチ中パン1回決めればいい。ああ、はいはいはい、上げればいいってことですね。タッチ中パン1回決めて、はい、あの、いいゲームだなってやれば、あーはーはーはー、まあとりあえず野行玉なんですけども、はい、これはそういう野行玉でも十分です。これは野行ですね。野行玉を、まあ、タッチ中パンチを1回使って、野行玉はそれで終わりだと。だからね、これね、逆に択いって捨てゲームアイブロー中パンとかでいいんですよ。あーはーはー、まあそれを考えていくと、まあ結局オロ有利だと。そう、これはね、はい、オロ有利かな。しかし、まあこのエリホグさんかなりやり込んでいるプレイヤーなんですが、まあ、こういったやはり東西戦という舞台では、まあなかなか姿が現れないので、まあ、大会に関してはなかなか珍しいプレイヤーの一人ではないでしょうか。しかし、バーゾネックスが、あっと、ここで野球玉を使っていく。この野球玉の使い方に関してはどうでしょうか、皆さん。まあ、変わってますが、ありだと。ありかな。振り付けで。ああ、ちょっと、ここもいいですか。中盤中。ああいう中盤をね、本当に食らえないですよね、多分。そういうことですか。うん、飛び込みかな。ああいう中パンチはね、きつい。日輪打って、EX 日輪。EX 日輪。さあ、中継、大剣ですかね。固めて固めて、リペイ、EX エルボー決まっているよ、ソニックス。ペットバットから、日輪。さあ、エリオグダメージが欲しいが、どうする。中継、踏みつけ、これは、最後投げてソニックス7連勝。これゾネさん早すぎたかな。これゾネックスが早すぎると。さあ、そしてやはり先ほど中継からのレイド、これがあるとかなり厳しいと言っていたこのヤン対アレックス。おっと、ここはベロ取って欲しいからジャンプだけ、ジャンプライバーから、さああっという間にヤンの体力かなり減ってしまいましたが、壊しいクソをヤンが仕返しとばかりに攻めていくが、
ジューパンエクストラショップ大パン。あっとこれは厳しいか。ゾレックス非常に流れに乗っている感じがあるが、最強、最強キャラ、最強キャラだと富永さんからも最強キャラだという言葉が入っております。チュンリーよりもケンよりもそしてユイよりもやはりアレックスだろうと。ジャブライバー、やることない。シュヤシ、シュヤシトローさん、さあ投げるで、シュヤシエクストローからしている。来撃中からの投げはしっかりグラップしているソネックス。我慢して我慢して、コバテイクから投げ返しているソネックス。一旦バックジャンプでゲージを貯める、そして距離を離す、そういったコンタでしょうか。イアン中継ターゲット、これ宇田が当たっている。投げて来撃中からコパングラップしている。エルボーライギーで潰したが、やはりこの投げが非常に強いか。アレックス中足エクストロー、エクストロー打っていく、コーシーエクストローで解放で近づいて中足エクストロー前中継、逆に投げ返したゾレックス、タイミングにライアンだが、もう一度投げて、投げてゾレックス8連勝。やばい今のじゃんけんスパーク。さあ時間を目いっぱい使ってスタートボタンを押していきました。RK、 あ、菊池さん、あ、1号さんですね、このだったり1号さんです。1号さんのだったり。さあまあ昔は剣使いだったんですが、この1号ダットリーにキャラを変えてもう何年経つでしょうか富永さん。え、何年わかんねえ、かなり経っていますね。バラを投げて、さあこの菊池対ゾネックスなんですが、ダットリー対アレックス、これ覚えてかどうでしょうか。やはり先ほど言ったようにダートが重要になって、あーどうか重要になってくるんです。ダートはだから見えないから、ダートは見えないダート見えた時、それが、まあ、ダートリーの終わりと、まあ、そういうこと。この前タルさん言ってたんだけど、はい、俺メガネかけないとダート見えねえからなって言ってた。あーはあはあはあ、まあ、そういう兼ね合いもあるんでしょうね。やはりジャンプだけ、おおダート見えていたが、ダートは見えていたんですが、富永さんダート見えていましたができる。これは完全にダットリーユリのカードですね。ちなみにダート関係なく、うん、ダットリーユリです。皆さん騙されないようにしましょう。10年プレイヤー関係ないです、これダットリーユリです。おっと、イエクショートスイングジャンプからこれだ、やはりアレックスユリなのか。富永さんの言った通り10年プレイヤー、あの10年やってます、知識もあるんです、この富永。これですね、ダートが見えないんですけども、こういう失敗がやはりあるんで、壊し固めてショルダーアタック、これは対空して、これしっかりガードしてる菊池、なんとかしてほしいが、これをブロリ返している。さあしかし菊池厳しい、ゾレックス9連勝。ちょっと待って、これ最強なんだけど。さあ、ね、見てください桜田ファミリアを何ですか、トミラさん。アレックスで、はい、そのなんかさ桜田ファミリアとか言ってて、はい、全然話通じなかったじゃないですか、はいはいはい、なんかあれなんか 建造物だった、建造物ですね、うん、はい、建造物です。さあここで当初はタムのネクロ、はい、さあそろそろこのゾネックスの流れを止めていきたい。電磁からエレクトリックスネークへドリルを打って引き中継からをスネークワング、これがロシュ5番ダイヤシー、こばして、おっとこれはスタンプをドリルで踏み潰していったが、まあ、富永さんこのネクロ対アレックス、これはどういったの、はい、これはあの、まあ、前回確か富永さんは肘6回があるんで、はい、やはりあ肘確か10回ですかね。いや9回か10回ぐらい入る。あのね、そこら辺はね、根性値、根性値ですか、はい、頑張れば入る、頑張れば回数知り合い、回数はまあ伸びていくと、はい、杉山が甘くてまあ6回しか入れないのは、まあ、杉山さんぐらいだとまあ大体6回ぐらいしか入らないでしょうと。杉山さんだったら多分12回ぐらい入るはずだと、はい、あまあただあれは6回っていうのはまあ杉山さんがまあちょっと手を抜いて6回ぐらいしてやろうと、あのね、許してくれた、あ、許してくれてるんですね。あれは投げているゾネックス。さあしかしやはりタムネクロ、これはかなり堅実な戦い方を見せているが、パワーボム決めているのはゾネックス。電磁チラシドリルを打って、電磁これはダッシュを警戒しているか、引き中盤、これはもう一度電磁を打って、チラシ壊し中盤
しゃがみ中パント非常に多彩、さまざまな技をうまく使ってやりくりしているこのタムのレクロ、最後しゃがみ中パン、流れをついに止めたタムレクロ。